たします、皆様こんにちは、それでは、今週の記者会見を行わせていただきます。今日もいくつか大きな課題が揃っております。少々時間を頂戴させていただきます。まず予算の季節になっているわけでございますが、私が編成いたします初の予算となります。平成29年度予算に向けまして、都民ファーストの視点に立ちまして、予算編成のあり方そのものを大きく見直すことといたしましたのでお知らせをいたします。具体的には予算編成に関わりますプロセスを見直す、そしてそれにそのプロセスそのものを情報公開をするというものでございます。まずプロセスの見直しでございますが、来年度の予算では都民の皆様方の声を最大限予算に反映していきたい、そのために新たに都民そして政策現場の実態に精通する、各種の団体の皆様方からなどから、広く意見、ご要望を伺う機会を設けることといたしました。いわゆるヒアリングということでございますが、このヒアリングには私自身も出席をし、皆様方の率直な声を伺う、そして積極的な意見交換を行いながらいただいた意見を編成作業に生かしていくというものでございます。またヒアリングにつきましてはメディアの皆様方にもオープンで実施をさせていただきます。こうしたプロセスをしっかりと踏みまして、かつオープンにすることによって、これまで長年にわたりまして政党復活予算というものがございましたけれども、この仕組みについては今回前回で終わりにするということでございます。そしてもう一つの切り口が情報公開でございますが、その徹底をいたします。各局の要求状況についてはご存知のように、財務局のホームページで取りまとめて公表しているところでございますが、今回新たに財務局の査定状況も12月の下旬には公表をいたします。つまり予算編成のプロセスについても積極的に公開をいたしますので、これによって都政の見える化がさらに進むものと確信をいたしております。それから日程でありますけれども、来月の上旬から中旬にかけましては各種団体等との意見交換を実施をいたします。そしてその上で年明け早々ではございますけれども、これらの議論を踏まえつつ知事査定を実施するということでございます。最終的な予算案は1月の下旬に発表する予定といたしております。担当は財務局でございますので、詳細につきましては財務局の方にお尋ねいただければと存じます。2つ目も大変重要な項目でございますが、豊洲市場の整備に関する懲戒処分について、本日職員の処分を行いましたのでお知らせをいたします。本件につきましては11月1日のですね、第2次自己検証報告書、これについても皆様方にご報告させていただきました。この中身は建物の下に盛り土がなかった、そして地下にモニタリング空間を設置したことに関する経緯と責任の所在を明らかにした、そしてその上で懲戒処分の手続きを進めるということをこの報告書を踏まえた上で指示をしたところでございます。でまず今回の処分に該当する行為でございますけれども、主に2点になります。こちらにありますけれども、1点目は豊洲の新市場整備方針に反する内容について必要な手続きを踏むことなく決定をしたという点でございます。で2点目が都議会におけます答弁など、事実と異なる説明を行ってきたという点でございます。で、これらの行為でございますけれども、
不適切な事務処理による信用失墜行為に該当ということでございまして、これは地方公務員法に基づきまして、懲戒処分の対象といたし、そして実施をするところでございます。処分内容を決定するにあたりましては、それぞれの職員の職責や必要な措置をせずに地下空間を造成したその責任、それから議会などへの説明責任、環境影響評価の手続き違反の点、これらを判断の基準といたしました。そして処分の軽重でございますけれども、事実関係や外部の専門家であります弁護士の先生方の意見なども取り入れまして、またこれまでにこういった場合の事例、前例ですね、これらも参考にしながら慎重に検討したものでございます。具体的には第二次事故検証報告書でご報告いたしましたとおり、今回の整備方針に反します内容の決定に関わった職員というのは、その程度に応じて特に基本設計の起工から実施設計の実務調整までの期間に、現場に在籍していた責任を重視をいたしましての処分とさせていただきます。また職責に関しましては、局の最高責任者であります支庁長、局長を補佐する立場であった管理部長、そして部を統括する立場にありました新市場整備部長の職責を特に考慮いたしまして、処分料亭に反映をしてまいります。また基本設計や実施設計機構の決裁への関与、それから事実と異なる答弁の有無なども考慮したところでございます。そしてその結果といたしまして、市場長の職にあった4名につきましては、6ヶ月間減給5分の1と3ヶ月間、減給5分の1の処分の2種とさせていただきます。6ヶ月間減給5分の1といいますのは、減給処分の中では最も重いものであります。それから部長級の職員でございますが、6ヶ月間にわたって減給を5分の1、そして1ヶ月間減給を10分の1、この間で処分をいたすことといたしました。それから今回の処分対象者は合計いたしますと18名でございます。その内訳は現役の職員が12名、そして退職者が6名となっております。そして退職者は職員としての身分をすでに失っておりますので、いわゆる懲戒処分の対象にはなりません。そのため処分相当の金額の自主返納を求めていくということになります。またすでに退職いたしました市場長につきましては、局の最高責任者としての責任を重く受け止めておられ、そして管理団体の役員を退任されるということになります。今回の問題によりまして、業界の方々をはじめとする関係者の皆様方には、そしてまた都民の皆様方にも大変なご迷惑、そしてご心配をかけております。改めてお詫びを申し上げたく存じます。またこの問題、本件でございますけれども、私の着任前の事件という位置づけではございますが、現在都政を預かるものでございます。そしてそのけじめをつけるという意味で、自ら給与をさらに現在の5分の1、そしてそれを3ヶ月間減額することといたします。けじめでございます。厳正な処分を実施したことによりまして、一つの区切りをつけたいと考えておりますけれども、もちろん失った都民の信頼は大変大きいものがございます。今後再びこのようなことが起こらないように、信頼回復に向けて私が先頭に立ちまして、職員の皆さんとともに、都政の改革を進めていきたいと考えております。なお本日発表いたしました
懲戒処分でございますけれども、今後人事上の措置を講じることもございますが、本日は懲戒処分について発表させていただいたところでございます。人事はまた別ということになります。処分の概要は以上でございますが、詳しいことにつきましてはこちらは総務局の方にお問い合わせいただければと存じます。それから次はですね、これからの話でございますけれども、以前から私はフランスのコルベール委員会というフランスのブランディングの、核をなす、組織がございますけれども、それに似たそれを参考といたしまして、名前がですね、ネーミングは江戸東京キラリプロジェクト推進委員会、この新しい組織を設置をいたしますのでお知らせを申し上げます。東京にはですね、老舗企業の素晴らしい品や伝統工芸品、そして匠の技といった、伝統ある宝物が、ザクザクあるわけでございます。このような宝物を新たな視点から磨き上げて世界に発信をする、そして将来にその匠の技も含めて、継承するという意味を込めまして、この江戸東京キラリプロジェクト推進委員会を立ち上げるものでございます。サブタイトルとして江戸東京の技伝統をつなげる広げるとさせていただきます。でこの委員会では、趣旨に沿った事業者の先導的な取り組みを後押しをいたします。そして、宝物の付加価値の向上、発信の方策の検討、事業者の取り組みへの助言などを行うもので、ございます。委員にはブランディング、そしてマーケティング、デザインなどの分野の有識者の方々、そして老舗企業の方々にお願いをいたします。またコルベール委員会の日本代表の方にもご参加いただくことといたしまして、コルベール委員会のこれまでの経験、歴史などについて、ちなみにこれは今、シャネルの日本代表のリシャール・コラスさんで、先ほどもブランディングの委員会にも参加していただいております。そして、合わせまして委員の数は10名ということになります。私も出席をして一緒に議論をさせていただければと思っております。そして委員会は12月の5日月曜日に第1回を開催いたしまして、技伝統の、承継に関します意見交換を行います。ぜひこれにも東京のブランディング付加価値、そして、匠の技の伝承といったいろんな意味を込めて、この委員会が大きなエンジン役になってくれるようにお願いをしていきたいと思っております。それから次に全く別の課題でございますけれども、空き家問題でございます。相続空き家などを有効に利活用しようというためのモデル事業を開始をいたします。都内には空き家が82万件あるとされておりますが、破損などがなく長期不在などの空き家が約11万戸あるわけでございます。そしてこのうちのほとんどはですね、長期不在などの空き家でございますけれども、半数以上は相続を契機に発生をしているということです。分かりやすく言えば、実家のお父さんお母さん亡くなってしまったけれども、どうしたらいいかわからないと言ってそのままになっているというケースでございます。こういったケースに当てはまる、長期不在空き家というのが約11万戸と見られます。一方で高齢で単身の方、または高齢のご夫婦のみが居住する持ち家で、都内に約80万戸ということでございまして、これは、将来、相続に伴って空き家となる可能性は高いということになります。こうした空き家の所有者につきましては、その空き家をどうやって活用しようかとか、管理をどうしようか、処分はどうしたらいいのか、
そして誰に相談したらいいのかよくわからないと言ったようなご質問、そしてそれにはどれぐらい費用がかかるのかわからないといったような現場の声を聞くわけでございます。そこで東京都はこうしたさまざまなご相談に応じますワンストップ相談窓口を設置をいたします。そして相続、売却、賃貸、管理に関わります情報提供を行いまして、その相談事例を収集して、収集するためのモデル事業を実施をするというお知らせでございます。そこで空き家に関します相談窓口を設置した実績のある企業団体を対象といたしまして、モデル事業者を先月公募いたしましたところ、この度3社に集約されて決定をしたわけでございます。でこの窓口でございますけれども、都内の各所、そして近隣の県内に窓口は設置をいたしまして、12月の1日から相談受付を開始をいたします。でこのモデル事業者には、弁護士さん、そして不動産業者さんなど専門家と協力、いたしまして、空き家の所有者からの相談内容に応じて、さまざまな観点から空き家の利活用方法などを検討して、助言をしていただくという、大変、実質の伴うものでございます。それから耐震化にかかる費用で、どれぐらいかかるのかわからないのでそのままにしておくといったケースもございます。そういったことを考えるならば、モデル事業者を通じて空き家の実際に持っておられる所有者をに対してのアドバイスなどを行うということで、ございます。さらに、所有者本人の希望、それから空き家の状況も踏まえまして、区市町村などとも連携いたしまして、以前から私が申し上げておりますそういった空き家をですね、保育施設に、活用するといったような公的な利用、利活用にもこのモデル事業を通じてつなげていきたいと考えております。ぜひこの相談窓口については12月1日からでございますけれども、ぜひご活用いただいて、そしてその空き家をほったらかしにするのではなくて、むしろ活用できるその道を探っていただきたいと思います。詳細についてこちらは都市整備局が担当をいたします。それから、次に、以前もお伝えをいたしましたけれども、都民の皆様や機関投資家の皆様方からですね、東京の環境を応援していただくための、債券のですね、発売に関してのご報告でございます。題しまして東京環境サポーター祭でございます。先週お話したものでございますが、売り出しは昨日の時点で開始をいたしました。で初日に完売をいたしました。ご購入いただいた方々をはじめ、発行にあたりご協力いただいた皆様方には御礼を申し上げて、たいと存じます。またこの投資を通じまして都の環境事業にオーナーシップ意識を持っていただくという点に多くの方々が共感していただいたものと考えており、これについてですね、私の方からも、令状などを出すなどなどいろいろ考えてまいりたいと考えております。これで、都民の皆様のお金で東京の環境を良くしていく取り組みを進めてまい、ります。そして国内の貴重な資金が国内の環境対策に活用されるという流れを作っていきたいと考えております。そして来年度に本格的なグリーンボンド、これは世界銀行の承認が必要でございますけれども、そういった本格的なグリーンボンドの取り組みを行っていきたいと考えております。ということで、おかげさまで初日に完売ということでございます。規模は100億円でございました。それから私の方からご報告する点は以上でございます。お戻しします。ありがとうございます。幹事社の時事通信吉本です。よろしくお願いします。
豊洲の問題で、厳しい処分発表されましたけれども、人事上の措置は今後また別に講じられるというご説明でございました。その人事についてはいつ頃をめどに断じられるご予定なのかということと、これに関して今朝の一部長官で中西副知事が、辞任するという報道がありまして、今回の問題の責任を明確にするためだという報道だったんですけれども、それについてもご説明をお願いできればと思います。今申し上げましたように、今回はですね、地方公務員法にのっとりました、形での処分ということでございます。そして人事異動等につきましては、これは追って考えていきたいと思っております。関連しても重ねて質問なんですが、中西副知事が辞任の意向を知事に対して示されているという事実はあるんでしょうか。それについては、ご本人はですね、以前の第一次報告書の頃からも、大変恐縮といいましょうか、ご自分の責任を感じておられるということについては、たびたびお話ございますが、今、中西知事にやっていただきたいことも多々ございますので、そういった意味ではこれからも活動していただきたいと思います。ただし、今回の処分の対象にはなっているということでございます。ありがとうございます。それから冒頭ご発言のあった予算編成プロセスの見直しなんですけれども、大胆な見直しだとは思うんですが、政党復活予算を、今回から廃止するというご説明だったと思うんですが、これについてはなかなか仕組みがよくわからない都民もたくさんいると思うんですけれども、廃止されるというからには何らかの問題意識を知事自身がお持ちになってたということだと思うんですが、どういう点が問題で、なぜ廃止するのかということについてご説明いただけますでしょうか。はい、予算編成というのはまさしく東京都の政策を具体的にその予算とともに、示していくということで、極めて、都にとりましては大変重要な役割でございます。そしてその編成過程についてはですね、多くの場合は知らされないで最後にまとめて出てくるという形でございました。また都民を代表する都議会の皆様方につきましてはですね、やはり都民の代表という観点からはきっちりとヒアリングをさせていただくということといたします。ただ全部をこう丸投げをしてですね、そこの中で、その予算を変えていくということについては、むしろもっと明確化をしていく必要もあろうかという観点から、今回はすべての情報公開ということとさせていただきたいと思っております。これまで の予算編成の形は、戦後といっては大きすぎるかもしれませんけれども、長年都政の予算編成の伝統とされてきた部分がございますけれども、しかしながらここを大きく変えていくというのが一つの都政改革の一端ではないかと考えております。次に五輪会場の見直しの問題に関してお伺いしますが、ボートカヌー会場で、宮城の長沼ボート場での開催はどうやら見送られるんではないかという報道が、相次いでいるんですけれども、4者協議は来週に迫っているんですが、知事として、4者協議に向けての意気込みも含めてお願いします。はい、オリンピック・パラリンピックの会議、会場につきましては、これまでも見直しを含めてですね、東京都といたしまして、いろいろと検証してきたわけでございます。でその上でライフサイクルコストという、大会が終わった後のコストもいくらするのか、それから建築費そのものもですね、非常に高いというような問題意識もこれあり、いくつかの複数案とともにこれまで検証してきたわけでございます。そしていよいよこの週末、そして来週にかけまして、テクニカルな調査、そしてまた、それから
4者会議などが控えております。そしてこれ私以前からですね、この会場の見直しにつきましてもラストチャンスだということを申し上げてまいりました。いろいろとデッドラインも迫っている中において、これまで、東京都が調査してきた、いくつかの複数案とともにですね、この会議へと、臨んでまいりたいとこのように考えております。今どこに決まったかどうかというのは、情報の取り方によっていろいろとその中身が変わってくるのではないかとも思いますけれども、しかしながらこれも最終的にはこの週末そして次まで、交渉が続くということになるかと思います。そして目指すところはいずれにしても共通しております。いかにして2020年の東京大会を成功していくのか、そしてまたそれによる予算と、それから結局私はこれロンドン大会の責任者の方からも伺ったんですけれども、結局締めてみたら大変なお金になったという話でございます。つまり予算の部分と結果としていくらかかったかっていうのがかなり乖離があるということも念頭にしながらですね、そこを考えながら今回の大会について東京都として臨む姿勢、これを決めていき、またその4社の間で IOC を含めてできるだけ早く大会の本格的な準備に入るということが必要だろうと思っております。すいません、あと1点恐縮なんですけれども、今週政治資金収支報告書の公表がありまして、各種報道で、都議の自民党の幹事長の方がライブバーに通っていたというか、ライブバーへの支出がその中に含まれていたりですとか、いろいろ自民党の都議の方に現金50万円が、一人一人配られたりとか、政治資金のいろんな使い道ですとか、こう処理の仕方について、問題提起と言われるような報道がたくさんあったんですけれども、何か知事としてご所見がございましたらお願いします。毎年この公開の時期が来るわけでございます。先ほどの予算編成も同じでございますけれども、いかにして公のお金が使われているのか、正しく使われているのかということを示すには必要な制度であり、これに対してどのように対応するかというのは、各政党そして議員一人一人の責任だろうとこのように思っております。改めて申し上げますと、やはりポイントは行使の混同がされていないかどうかということに尽きるというふうに思っております。ありがとうございました。それでは各社お願いします。じゃあこちらの、テレビ東京の松山と申します。よろしくお願いします。午前中にあった東京のブランド在り方検討会についてなんですが、さまざまなこう見直すべきだとか日本らしさを入れていった方がいいとか、さまざまな意見があったと思うんですが、ロゴやユニフォームを作り直すとなると、また新たにいろいろな費用が発生すると思うんですが、その費用に関しての考えを改めてお聞かせください。はい、今日は専門家の方々にお集まりいただきまして、東京が世界に対してどのような発信をしていくのか、2020年大会の目指してボランティアの方々がどのようなこのユニフォームを着ていくのか、忌憚のないご意見をお聞きしたところでございます。私も党の広報などに担当したり、それから環境大臣の時にもクールビズの担当というか、実際に実践したわけで、大体の相場感というのは分かっております。大体大企業のですね、新製品を、売り出すのにかかる広告費というのは1回30億ぐらいですね。ということで、これまでアンド東京にかけてきたお金というのは1商品の発売に伴う広告費相当だというふうに思います。もちろんピンキリがございます。それから今日話が出たのは、これ見直廃止するわけではないわけですね。
まあ、国内でそれを使ったらどうだという話ございました。これも一つ案だと思います。それからユニフォームについても、まあ、いろんなご意見ありましたけれども、アンド東京の方もいろんな色が使われていて、それからユニフォームの方もいろんな色が使われていて、どれが東京なのという問題点があるというのも明らかになったわけでございます。これから投じるお金が本当にワイズスペンディングなものになるかどうかというのは、改めてもともとのコンセプトを確認をして、そして最も効果のある方法を探ると、そのためのものでございますので、これまでのお金がその無駄に使われるというものではございません。より良い形でより効果的なものを探るという意味でのブランディング委員会でございますので、どうぞお間違いのないようにお願いいたします。東京 MX の三島です。就任前の事案ではあるものの、現在の小池知事が豊洲盛戸の問題をめぐってですね、自らけじめをつけるという意味で言及するということなんですが、処分を受ける受けないに関わらず、職員にも都民にもメッセージを込めたけじめのつけ方かなというふうに思います。改めて言及することに決めたですね、判断や心境についてお聞かせ願いたいと思います。まあ、現在私は都知事であるわけでございます。そしてこの問題につきましては、その事態が起こったのはそれ以前、就任以前であったとしても、その後になってこういった問題が生じてきたということについては、まあ行政の長としてね、けじめをつけるべき。そしてこれによってですね、私はぜひ職員の皆さんがですね、このけじめをベースにしながら、本当に信頼できる市場の在り方、今築地で先日もぼやと言いましょうか、火災も生じたりいたしました。いくつもの課題がある中で、そして改めてその責任を感じつつ、新しく踏み出してほしいという意味を込めたわけでございます。またこれまでの責任、まあ、当時その任にあった方々には公務員ではもう退職されてますので、懲戒処分という形ではございませんが、しかしながらやはりそこに何らかの皆さんの、まあ、人に言ってちょっと濃淡もあるんですけれども、責任を感じていただく対応をお願いをしたいと思っております。またこれまでもこれは行政監察の手続きとして、ヒアリングを重ねさせていただき、そして不服についても、ヒアリングをさせていただいて、そしてその文字についてもその旨を記したところでございます。でその上で、放送会の方々のご判断、そしてまたこれまでのこういった行政上の事案に関してのですね、まあ、前例なども対象判断の材料とさせていただきました。ぜひそういった意味で、まあ、関係された方々にはですね、よくその旨、ご理解いただきたいと思っております。そしてまた私自身でありますけれども、やはり一言で言うとけじめをつけたいと、この問題に対してのことでございますので、これまでの担当された職責にあった方々にも同じ思いを抱いていただけるのかどうか分かりませんが、私なりの結論でございます。新宿新聞の木田と申します。29日のですね、4者協議、これはまず公開されるものなんですか？それからですね、公開されて結論が出ましたときに、そこでもうすべて、決着したというふうに、取ってよろしいんでしょうか？それともう一つはですね、小池都知事のもったいないという考え方、もったいない思想といいますか、そういう考え方と復興五輪という考え方がですね、その中に、貫かれているのかどうかということをですね、どういうふうに、お考えになるのかなというふうにお聞きしたいんです。はい、ありがとうございます。4者協議につきましては、これは東京都も主張させていただいて、オールオープンという形となりました。よって
まあ、オールオープンという形になります。それからもったいないというし、それからその4者協議、次の4者協議というのがファイナルな結論になるのかどうかというお尋ねでございますけれど、それはその協議次第ということになろうかと思います。しかしながらみんな共有した思いを持っているということは先ほど申し上げた通りでございます。そしてその前にテクニカルなその専門家の皆様方の交渉もこれありでございます。ということで4者協議にはしっかりと臨んでいきたいと思っております。それからもったいない精神でございますが、これは何であれ同じでございまして、いかにしてもったいないことのないようにするのかっていうのは私がこれからも都政を担う上で、大切な柱にしていきたい。そして復興についてでございますけれども、これについてもですね、ぜひ復興五輪ということからスタートしているという点についてはですね、しっかりと必要な場でこれからも発言をしていきたいし、そしてまた関係の皆様方にもその点をご理解いただきたいと思っております。はい、朝日新聞の岡といいます。盛り土の問題については、9月に公表され2回にわたる検証報告書が出され、で、まあ、今日懲戒処分ということに至ったわけですけれども、まあ、先ほど知事からもありましたが、まあ、今回のようなその行政上の事案について、職員への、まあ、退職者も含めた懲戒処分というけじめのつけ方が必要というような考え方というのはいつ頃の時点で知事の頭の中に、出てきたものなのか、でそれは、一体どういう理由なのか、その点をお聞かせください。はい、今回の盛り土に関係する問題でございますけれども、やはり行政の手続きにおいての大きな瑕疵であることは誰もが認めざるを得ないとこのように思います。まあ、行政におけるさまざまな問題については、まあ、残念ながら枚挙にいとまはないんでございますけれども、それは国の組織であれ地方自治体であれ、処分は行われるということでございます。まあ、企業でも同じではないかとこのように思います。まあ、いつからかと言われましたら、行政を預かる地方の行政を預かる身といたしましては、そういった手続きについてはそのいろいろな検証を進めるにあたってはその点は、まあ、最後はそういった形を取らざるを得ないのではないかと残念ながら思ったところでございます。第一次第二次二度にわたる報告書を作成をしながら、その問題点をピンポイントで指し示すということはすなわちそういうことではないかとこのように思います。NHK の小島です。予算編成のことで伺いたいんですけれども、会派の、まあ、政党の復活要求を受けないというふうにおっしゃいましたが、その一方で先ほど意見を聞く機会を設けるような趣旨の発言もありましたが、それはだから事前であればヒアリング等を会派から受けるというそういう理解でよろしいのかという。はい、各種の業界団体の皆様方からのご要望をお聞きをし、そしてまた当然のことながら政党の皆様方はその都民を代表しておられる方々の組織でございますので、そういったその政党からの皆様からのヒアリングについてはこれは受けるとは当然だとこのように思っております。まあ、日にちをですね調整させていただいて各会派から伺うこととしたいと思っております。それは自民党も含めてという理解でよろしいですか。ご要望のあるすべての会派からと考えております。はい、朝日の読売さんのごめんなさい、はい、隣の人。東京新聞の内田と申します。東京新聞、私も予算編成についてお伺いしたいんですけれども、各種団体のヒアリングについてはですね、
かなり議会側が熱心に取り組んできた事柄かと思いますが、議会との役割分担についてはどのようにお考えでいらっしゃるかということとですね、今回の改革にあたっては、各会派への、意見聴取ヒアリングというのはされたんでしょうか。各会派改革についてのですね、議会側の意見聴取というのはされたんでしょうか。まず一点、議会側からの意見を聞いたかどうかということでございますか。役割分担について、はい、役割分担というのは共に都民を代表する知事であり議会であるとこのように認識をいたしております。よって役割分担というのはそこには生じないものと思います。すべからくそういった任務を受けて、そして都議会で、都民の声を代表される。そして私は知事として予算編成権は知事にございますので、それを確認をしつつ、そしてまた議会の皆様方から都民を代表するお声を聞かせていただくという、このような他の道府県で普通に行っておられるその流れを確保していきたいと、このように考えております。その改革にあたっては議会側からその改革についてはこういう形にしますということで何か意見をお聞きになられたでしょうか。改めて申し上げますと、予算編成権は知事の方にございますので、その意味でそのような形にさせていただくということでございます。ブルーの女性。毎日新聞の林田と申します。豊洲の、処分の件でお尋ねしたいんですけれども、まず1点、今回、問題発覚から2ヶ月半程度の処分ということで、通常の懲戒処分大体6ヶ月以上かかると言われる中で比較的早いと思うのですが、その時期に関して、どのような所感を持たれているか、および、その時期に関してどのような指示をなさったかということ、あともう1点ですね、行政の長としてけじめをつけられるということで、ご自身の給与削減、失礼いたしました、給与、5分の1になさるということですけれども、問題5分の1を6ヶ月、3ヶ月か3ヶ月ですね、はい、はい、失礼いたしました、はい、問題が起きた当時の、知事に対しては、同額ないし同額以上の、返納をお求めになるのか、もしくは、お求めになって、断られたのか、あるいはそういったことを検討どうなさっていらっしゃるのか教えていただけますか。この処分について、早いというご指摘だったと思いますけれども、早いか遅いかはそのケースによることだと思います。そして第1次第2次の報告を、精力的にやってもらいました。でその上で、どの時期に誰が何を言って何をしなかったのかということはですね、もう明確になっているわけでございまして、そしてその件について放送会の方々を含めたそのご意見を聞き、そして今回の結論に至ったわけでございまして、決して早すぎるからという話ではないと思います。むしろ、市場関係者の方々からすれば早すぎるということは全くないんじゃないだろうかと、すべてが遅すぎると思われていると思いますので、その意味では私はこの時期に至ってこの処分をしなければならないという、その行政の長として非常に苦しい思いをいたしますし、また当時に関わられた方々におかれましてはですね、今このような事態に陥っていることについては、ご本人たちが一番その席についてはよくお分かりになってない よくお分かりになっているのではないかと、このように思っております。どのような対応されるかについてはこれからの反応を待ちたいと思っております。なおもう一つ付け加えますと、私の減額給与の減額でございますけれども、これはですね、また返納するということになりますと、寄付の行為に当たってしまうことになりますので、改めてこれは条例の改正と変更ということを伴いますので、議会での案件になっていくということでございます。じゃあ
日本経済新聞の森川でございます。今毎日さんが伺った件にかあの続きますが、事案が起きた当時の都知事であった石原慎太郎氏は、まあ、民間企業でも同様に処分があるのではないかという知事の言葉で言えば、まあ、民間企業と同様当時の社長総責任者としての責任もあるかと思いますが、石原氏への対応を何かお考えであるのかというのが1点目でございます。2点目は本当に全く関係なくてすいません。来週全国知事会議で東京23区に大学をもう作らないでくれという決議が出るように聞いておりますけれども、まあ人口が集中しているからということもありますが、こういう全国的な都道府県としての意見というものがまとまるようなことについて何かお考えがあればいただければと思います。はい、まず最初のご質問でございますけれども、石原知事はですね、以前からのり弁の海苔の部分を開けば分かるんだよということをおっしゃっておられます。それについて海苔を剥がす状況にようやくまあできましたので、それをよくチェックさせていただきたいとこのように思っております。そしてまたこれまでの、まあ、ご発言等と、最近のご発言も含めてでありますけれども、そこはですね、やはりその時に長でいらしたわけでございますから、普通のリーダーであるならばその辺はよくご理解されて、おられるのではないかとこう思います、その席について。それから2つ目の、全国知事会で取り上げられるであろう、課題といたしまして、まあ、緊急決議の形だというふうに伺っておりますが、大学学部の新増設を23区内で抑制するようにということでございます。まあ、大学はもちろん学術研究そして人材の養成など、まあ、自由な発展の自由な それぞれの校風の中において、そういったことを担ってこられたわけでございます。である意味最近のですね、大学のですね世界ランキングなども考えますと、これはダメあれはダメというよりはより自由な形で、そしてまた国際競争力をつけるその各大学の自由な努力があってこそではないかと考えておりますので、大学の経営そのものにも大きな影響を及ぼすようなそういう決議ではないかと懸念をするところでございます。で、地方創生の観点からということでございますが、地方の大学を振興してより一層魅力を高めていくということが重要かと思います。私の大変親しかった、知人で地方の大学をですね大変な国際競争力のある大学に育てられた方もおられます。そういったことをですねそれぞれが研鑽して、そしてまた時代を担う、学生さんたちを育てていくというのはまさしくどこの場所にあるかではなくて、その学校のその方針、教育カリキュラムなどなどそういった点ではないかと思っておりますので、このようにですね東京対地方といったような構図には当てはまらない事案ではないかとこのように考えておりますので、その点については今回の緊急決議については是とするものではございません。はい、じゃあ質問。すみません、ネットメディアのザページの具志堅と言います。東京環境サポート対策についてお聞きしたいんですけれども、以前からですね来年度に本格的なグリーンボンドの導入を検討されるということだそうですが、本格的にというのはグリーンボンド原則等に、従った形で出されるという意味合いだとは思うんですけれども、それとは、それとともにですね例えば、今グリーン、サポーター債で盛り込まれている、100億円の用途に加えて例えば別の新たな、環境施策に、導入していきたいのかと、どういった形で新たにこの施策を膨らましたいのかということをお聞きしたいのと、これはあと毎年やるものなのか、それとも金額はこう
今回の100億円相当よりも、拡大することを考えているのかという部分も含めて、来年度以降の構想をお話しいただけますでしょうか。はい、今回はまさしくトライアルの事例でございます。これにをベースにしながら、この100億円の規模で、機関投資家個人それぞれ債券を買っていただいて、それをベースにして、例えば地球温暖化対策であるとか、CO2 の削減ですね、そのために再生可能エネルギーの、このインフラ等々を整えるであるとか、森林の確保のための費用に充てるといったようなメニューを今回のサポーター祭には揃えております。で、それに世界銀行がですね、このいろいろなグリーンボンドについてはですね、いろんなチェック機構を細かく設けておりますので、それをクリアしていくには若干チェックを受けるなど時間がかかるものがございます。といったことで、今回はトライアルでやってみるということでございます。次にグリーンボンド、きちんとした形のグリーンボンドにしていくためにもですね、早急にどれぐらいの費用でどれぐらいの効果が出るといったことも踏まえながら、次のグリーンボンドの発行に備えていきたいと思っております。で、こういった活動っていうのは結局のところお金の額も大事でありますけれども、しかしながらその債券を買ったとかですね、それに参加をしているというような意識が大きく変わってくるものでございます。単に金融商品とするならば、より利率のいいものであるとかたくさんございますけれども、そこにこのボンドを買うということについては、そこに意思が働くわけであります。昨今の ESG という、企業の社会的責任という言葉が最近は ESG という言葉に変わっておりますけれども、こういった投資にしてもお金の運用にしても、同じですかね、基本的にどういった方向にそのお金を託して生かしていくのかっていうのはですね、極めて重要な、国際的なスタンダードで言えばですね、重要な目安になっておりますので、これについて日本は残念ながらその部分が他の国や他の、この企業と比べるとですね、1桁2桁3桁違うというのが、実態であります。国によっては有価証券取引の中にそういったことも加算して考えるとかですね、もしくは株主に対してそういった情報を提供するとか、そういった形で大きく環境といったような大変大きなテーマについて、そうやって企業や個人の参加を促すということでございます。前も申し上げたように、日本の機関投資家がですね、パリ市が出しているこのグリーンボンドを購入して、パリの環境を良くすることに貢献しているという話、ご紹介させていただきましたけれども、そうやって、そのような債券を購入することが、その企業にとっての社会的責任を果たすという意味では、今回東京が発行することによって、両方ですね、国内で環境を良くして、そしてかつその企業の、企業の品格を上げるという2つのポイントが同時にこなせるのではないかということも考えて踏み切ったわけでございます。そういった流れがこれからも日本に定着するようにしたいと考えておりますし、また金融ということについて言えば、このあと今日の午後でございますけれども、東京を国際金融のハブにするという大きな観点で、会議を今日からスタートいたしますので、今後受託者責任などの問題も含めて、より金融のですね、この深みのある金融がこの東京で取引されるという環境づくりをしていきたいと考えております。じゃあ最後にお一人させていただきます。じゃあ田さん。共同通信の恩田と申します。29日の4者協議なんですけれども、その作業部会でこう事前に絞った案が出されて、これを承認するような形になるのか、また当日こういろいろ議論を重ねられるのか、こうどういった形式になりそうかというのをお聞かせください。
すでにテクニカルなワーキンググループと申しましょうか、そのそれぞれの活動はすでに日々行われているわけでございまして、まあ、29日の段階までどのような形にまとまっていくのか、これは私自身も報告を受けたいと思っております。そしてまた先ほどからも申し上げておりますようにですね、この2020年の大会を成功させるというのは IOC も組織委員会も政府もそして東京都も、そして関係する、近隣の県も同じ思いでございますので、そういったことを考えるならば中身の濃い、そしてまた開かれた形で会議を行いますので、国民そして都民の皆様方にもご納得がいくようなそういう会議で、になるように、尽くしていきたいとこのように考えております。よろしいでしょうか。じゃあ終了いたします。ありがとうございました。